日産 R390 は、日産自動車が1990年代後半に、ルマン24時間レースのために、トム・オーキンショーレーシングの協力のもと開発されたスポーツカーである。名称は、かつて1960年代の日本グランプリで、活躍したプリンス R380 日産、R382、及び R383 の系列として名付けられた。 建前上はグランドツーリングカーということになっているが実質的な中身はスポーツカーである。この手法は1994年のルマンに参戦したダウアーポルシェが先駆けである。R390 の設計はトニー・サウスゲートエクステリアデザインはイアン・カラムが担当した。当初は TWR がポルシェ特に1996年に ルマンを制した LMP1 クラスのオープンプロトタイプであるポルシェ WSC95 をベースに開発する計画であったが最終的に TWR に保管されていたジャガー XJR-15 がベースカーとなり出走するクラスは LMP1 から LMGT1 へと変更された。 活動期間の1997年から1998年は、フランス西部自動車クラブが独自に規定している、LMGT-1 2のみ依拠しており、国際自動車連盟国際スポーツ法典附則 j c のグループ GT-1 とは、無関係のフリーフォーミュラであるため、FIA グランドツーリング選手権への参加資格はない。エンジンは、1990年代のグループ C で活躍した、 名機 3.5LV8 ツインターボの VRH35Z をベースに開発された VRH35L が搭載された。この2機は形式こそ異なっているが、新型が開発されたわけではなく、VRH35Z にリストリクターを装着して、ブースト圧を下げただけで、エンジン自体は VRH35Z のままである。v r h 十五 z はかつて、 グループ C 最強とまで言われたエンジンではあったが、リストリクターによる吸気流量制限への最適化が行われておらず、性能はかなり低くなってしまっていた。日産 R390 ロードカー当初は LMP1 クラスでの参戦が計画されていた。しかし、LMGTE 規定へと変更がなされたため、当時の規定によりレースカーの原型とされるロードカーも開発された。 1997年に1台のみが製作、発表され、翌年にはこれを改装して1998年使用者として発表したが、当時の日産の財務状況の悪化が追い打ちをかけ、R390 のロードカーが実際に販売されることはなかった。現在ロードカーは日産ザマ記念車庫にレースカーと共に保管されている。また、フォルザシリーズ、 クランツーリスモシリーズ等にも収録されている。日産 R390 ルマン24時間には1997年に初参戦した。予備予選ではポールポジションを獲得する順調なスタートであった。しかしリアトランクをメッシュ製都市ギアボックスの冷却ダクトをその内部に収容した構造が現地でレギュレーション違反と指摘された。そこで急遽トランクを 密閉構造の箱型に変更したが、決勝では、ギアボックスの冷却が阻害されるトラブルが発生し、結果は残せなかった。また、日産と TWR 間のコミュニケーションの問題も露呈した。翌1998年の3戦時には、前年型マシンの弱点であったギアボックス冷却の改善、ロングテール化などの空力改善、ウィリアムズ F1 チームから、 TCS や ABS などを導入するなどし、性能を向上させた。さらに、日産と TWR の連携を確実にして、チーム体制を強化した。堅実なマシン作りで、抜群の安定性を見せ、星野和義、鈴木あぐり、影山雅彦の乗るマシンが、総合3位を獲得し、ノバエンジニアリングから、ジョモのスポンサードによってエントリーした前年度のマシンを、 アップデートさせた車両を含む出走した4大前車が10位以内で完走する検討を見せた。ありがとうございます。